三菱、デリカ、ヒュンダイ、グレース、前期型、グレース、グレースとは、現代自動車が1986年から2003年まで、韓国で販売していたキャブオーバー型版ワゴン。ベースは三代目三菱、デリカ。また、ポーターは、グレースのトラック版に相当する。中期型グレース、後期型グレース1986年に、登場。 エクステリアデザインは3代目のデリカとほぼ変わらないものであったが、韓国国内の放棄の関係もあり4列シート、12人乗りモデルも用意されていた。発売開始当初にはマニュアルトランスミッションしか用意されていなかったが、1990年代に入ってからオートマチックトランスミッション仕様のグレースも追加された。1993年にはフェースリフトが施され、 外装デザインが一新された。このフェイスリフトを機に、韓国国内では、通称、ニューグレースと呼ばれるようになる。さらには、ワゴン、バンともにロングボディモデルも追加された。1995年7月1日からは、オプションとして、ディーゼルターボエンジンが設定されるようになった。1996年には、外装デザインの一部変更が施された。その後も、 小変更を繰り返され、スタレックスに吸収統合される形で2003年に生産を終了。道路交通法で第一種普通免許は乗車定員16名以下まで運転可能のため。ありがとうございます。